それでどう思ってたのさ。何が？ミカサのことだよ。エレンのことを忘れて誰かと幸せに生きていけると思う？君が望んだ通りに。さあ、わかんねえ。わかんねえじゃないだろ！僕は許した覚えはないぞ！ミカサの恋心を無限にしたことはどう思ってるんだ！命がけでずっとエレンだけを見てきたミカサに、俺のことは忘れろで済まされると思っているのか！少なくともミカサは、こんな女泣かせなことは忘れて幸せになるべきだね。まあ案外すぐにいい人見つけてあっさりくっつく気もするな。やだ、そんなのやだ。ミカサに男ができるなんて一生俺だけを思っててほしい。俺が死んだ後もしばらく10年以上は引きずっててほしい。ああ、そこまでかっこ悪いことを言うと。今のはミカサには言わないでくれ。幸せになってほしいんだよ、本当に。でも、やっぱくそ、死にたくねえ。ミカサとミネと一緒にいたい。ヘレン、諦めずに探そう。他の道がないか。ダメだ。俺と同じでみんな死にたくなかったはずだ。なのに俺は。8割だ。人類の8割を踏み殺した。文字通り壁外人類の根絶を完遂しようとしてお前たちに阻止される。その結果が8割、壁外世界はパラディ島と同等の文明レベルに陥ることになる。つまり一方的な報復戦争にはならないだろうが、この争いは終わらない。